皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。皆さんこんにちは、ゆっくり魔理沙だぜ。本日は江戸幕府の第五代将軍、徳川綱吉の治世について紹介するわ。よろしくお願いするぜ。それじゃあ早速、スタートするわよ。延宝8年、1680年、8月、徳川綱吉は、将軍宣下を受けて五代将軍となったわ。綱吉は、三代将軍、家光の四男であったから、将軍家の傍慶として一生を過ごすはずであったのよ。世継ぎのできない四代将軍、家綱の後継として、甲府藩25万石の綱吉の兄、綱重を推す声はあったけど、実は、綱吉が注目された形跡は全くないのよ。しかし延宝6年にその綱重が死去し、同8年には跡継ぎ未定のまま家綱が病床に就いたわ。こうしてにわかに綱吉が将軍後継者として登場した感があるわね。五代将軍の選定に際して、下馬将軍、坂井忠清による宮将軍擁立という動きがあったと伝えられている。家綱の病状が重くなった際、忠清は幕閣会議で鎌倉幕府の執権、北条氏の令に倣って将軍に有栖川の宮を推薦した。大老の意を恐れた重臣らがこれに同調して決着しかねない流れであったが、寸前のところで、前年に老中となったばかりの堀田正敏が反対したという。そして正敏は綱吉を推した。堀田の主張は、将軍の弟がいるのによそから将軍を迎える道理はないという徳川の地。徳川将軍家の継続を優先する正論であり、衆議一決となった。綱吉にしてみれば、土壇場の一発逆転で将軍の座についたことになる。これは事実ではなく、忠清の実力の大きさを物語るエピソードと思われているけど、幕府の正史、徳川実紀にも当時の噂として取り上げられており、すべて否定することも難しいわね。むしろ、綱吉が将軍に就任すると、忠清が失脚する一方で正敏が台頭したことにも注目すべきことで、後藤大輝など当時の記録類からしても、堺の宮将軍擁立が堀田によって阻まれたというのは、概ね史実と見て良いという意見もあるわ。綱吉は、直前まで館林15万石の大名であった。そのため家綱の養子に入るという形をとってから五代将軍に就任するが、何にしても将軍の実子による世襲というこれまでの原則とは違うものであった。これは綱吉の負い目になったと思われるが、他にも母親のお玉、継承院の生まれが、京都の八百屋であったことなどに伴う劣等感もあっただろう。しかし、新将軍の綱吉は10代で将軍に就いた家綱と異なって、その時35歳であり、領国経営を経験していた。そして綱吉は前代に衰えた将軍新政を復活させ、将軍自ら政治を取り仕切ることを望んだのである。綱吉の将軍先制体制は、大老の罷免や側近の採用といった人事の刷新や、幕臣に対する賞罰の厳しい執行などによって進められていくけど、就任の翌年、越後高田藩26万石のお家騒動を将軍自らが採決したことは画期的な出来事であったわ。審判の筆頭である高田藩で、藩主、松平光長の後継ぎをめぐって家老などが主導権を争う騒動が起きていたのよ。この一件は延宝7年に大老、坂井忠清らの裁挙で決着させていたけど、翌年、綱吉が取り上げて最新扱いとしたわ。天和元年、1681年、綱吉が下した処断は厳しいもので、一旦は勝訴していた家老伏見死刑横領として切腹を命じ、光長には騒動の責任を取らせて改易としたのよ。家老側に加担していた忠清の子や、当時の大目付も処分されているわね。この越後騒動の最新では、江戸城の大広間に御三家や不代大名をはじめ幕閣が列座する中で、当事者への尋問が行われ、その場で綱吉が裁決を下した。徳川実紀によれば、御自ら大声を発したまい、これにて決案す、早まかりたてとのたまう、とあり、思いがけない綱吉の威厳に一同がひれ伏したという。不代大名が新将軍の強権、先制を思い知らされた場面である。徳川綱吉の将軍就任の後ろ盾となった堀田正敏は、前大老、坂井忠清の大手前屋敷を与えられたわ。
天那元年1681年には、老中から大老に承認しているわね。所領も、神津家の国の安中藩四万石から下総の国古賀藩九万石に転じ、さらに天那三年に加増があって古賀十三万石と急増しているわ。こうした短期間での栄進は、父の政盛が三代、家光の側近として老中を務めたこと、正俊自身が家光の乳母、春日の局の養子であったこと、八歳で後の四代将軍、家綱の近従になったことなどが関係していたでしょうね。しかし、父の政盛は徳川譜代としては新参であり、堺市、大久保市などのような由緒ある門閥大名ではなく、兄の下総桜藩主、正信の分家に過ぎなかったわ。ひとえに、将軍綱吉の擁立における功が、正俊を大老に就任させたのよ。正俊は、老中であった延宝八年、1680年、に財政を転換する勝手がかりを命じられ、幕府の直轄領、位理地、をめぐる改革を進めたわ。その要点は、幕府代官の不正で位理地の民が困窮していることに対処しようというもので、京都町奉行、勘定奉行、目付ら二代官の後期粛清を命じ、世襲代官による不正行為を排除したのよ。こうした粛清は繰り返され、綱吉の時代、問題とされた代官は実に約半数に及んだわ。代官の不正、勤務不良に対してとはいえ、この処分の多さは綱吉政治の呵責のない性格を示しているわね。一方で綱吉は能力による人材登用を行ったわ。将軍先生といっても、武断政治ではなく、家綱の政治を引き継ぎ、武士の官僚化を含めて文治政治を進展させたとも言えるわね。綱吉は、幼少から儒学に親しみ、人々をいたわり慈しむ政治、つまり人生を理念としたのよ。その実践が幕府の政治であると考えていたようで、全条項に手を加えて交付した武家諸法度の第一条には、文武と共に、忠厚を励まし、礼儀を正すべきこと、としているわね。綱吉の初期治世は、正俊を補佐役として順調であるかのように見えたが、状況元年1684年、正俊が江戸城内で若年寄りの稲葉正康によって刺殺される事件が起こった。正康は駆けつけた老中の大久保、戸田、阿部らの諸士により即時に殺害された。ことの真相は闇の中であるが、背後には綱吉の意志があったとも言う。正俊が質実剛健、実直な性格から、将軍に対してもずけずけと意見や直言を向けたため、綱吉がこれを煙たがっていたという意見もある。綱吉は正俊の死後、後を継いだ正中を古賀からではの山形へ、さらに陸奥の福島へと国替えさせている。一転して、堀田一族を冷遇したことは明らかなようだ。正俊亡き後、綱吉は独裁政治に向かったわ。家光の時代に始まった老中合議制は、次の家綱の時には将軍に代わって政務を統括するものとなっていたわね。綱吉はこれを改め、将軍のそばに仕える最高職としてそば用人を設け、そば用人を通じて幕府首脳部をコントロールする方式に変えたのよ。そのため大老は置かれなくなり、立林藩時代からのそば衆、牧野成貞をそば用人として取り立てたわ。ついで元禄元年1688年には、柳沢義安がそば用人に起用されたわね。義安は、立林時代の綱吉の故障で、家も昇進であったが、学問好きの綱吉の側近として寵愛を受けた。儒学ばかりか、仏教、ことに禅に詳しく、また詩歌をたしなむなど、その教養の高さが綱吉の好みにあったのだろう。綱吉の人生政策についてもよく理解しているものとして補佐役に抜擢され、栄進につながったと思われる。二人の親密ぶりはよく知られるところで、吉安の子、吉里が綱吉の御落胤であるという噂にもなった。吉安はさらに宝永元年1704年、甲府藩15万石を与えられ、同三年には大老閣に栄進するなど、重用されたわ。老中になれなかったのは、この頃老中の価格制が出来上がっていて、新規に参入できなかったからなのよ。しかし蕎麦用人の権限は強く、吉安を通さなければ、老中でさえ綱吉との対談が叶わないほどだったわ。綱吉は、
徳川一門や普大門閥僧などの旧勢力の力を削いで、将軍への権力集中を図ったのよ。蕎麦用人政治が、将軍権力の先制ぶりを強めていったということね。将軍綱吉といえば、まずい犬公方であり、綱吉の生類憐れみの霊のせいで多くの人々が苦しんだというのが一般的なイメージだろう。この生類憐れみの霊こそ、綱吉政治の評価を左右する政策と言える。問題の生類憐れみの霊は、一連の法令を指す総称である。状況2年、1685年、7月、江戸の町中に一斉交付された触れ書きから始まり、綱吉が亡くなった宝永6年、1709年、に廃止されるまで25年間にわたって135度の発令が確認されており、これら関連の法令全体を、生類憐れみの霊、と呼ぶ。この中には犬公方とあだ名される元になった犬愛護霊が含まれ、そればかり話題にされがちだが、他に捨て牛馬禁止令、捨て子禁止令、飲酒、臓器統制令、病人保護令、鳥獣保護令や鉄砲制限令、鷹狩り長寿など多岐にわたっている。犬を愛護せよというのは、綱吉のこうした一連の政策の中の一つである。ではそれぞれの法令には、どのような意図があったのだろうか。まずは、犬愛護令、についてね。当時江戸などの都市では、歌舞伎者、すなわち無頼な連中が犬を捕まえて食うという習俗があったけど、これを取り締まる一環として犬の保護を図ったとされるわね。一方、江戸市中では野犬が横行して暮らしにトラブルが発生していたので、近郊の中野などに犬の収容所を設けたわ。また、飲酒、臓器統制令、については、歌舞伎者が飲酒の上喧嘩や暴力沙汰に及ぶのを統制するために出されたというわ。捨て牛馬禁止令、は、交通網を支えた宿駅で必要な馬は、農民に飼育が委ねられていたけど、牛馬の保護を命じることで宿場馬を確保させ、宿駅制度の維持を図ったとされるわね。鉄砲制限令、については、当時の農村では、農作物を荒らす害獣駆除用の鉄砲が多く保有されていたのよ。幕府は鉄砲を登録制にして、鉄砲の使用を統制しようとしたわ。この法令により生類憐れみ政策が、民衆の武装解除、という側面を持ったという見方もあるわね。こうしてみると、生類憐れみの政策は、綱吉個人の思考がもたらしたものではなく、当時の社会状況にある程度応じた対策であったとも言える。犬公方、などと揶揄して評するのは当たらないのかもしれない。ところがあまりの不評により、生類憐れみの霊は、綱吉の死後、次の将軍家信によって撤回されてしまう。それも、綱吉の葬儀より前にその停止が発令された。そんなに不都合な法令であったのだろうか。徳川実記によれば、綱吉は元禄5年、1692年、柳沢義安に次のように教え戒めている。仏教と儒学は、慈悲をもっぱらとし、仁愛を求め、善を進め悪を懲らしめること、誠に車の両輪である。しかるに、現在、仏教を学ぶ者は出家して世間を離れてしまうので、世の中の秩序は乱れきっている。また、儒学を学ぶ者は禁獣を平気で食して、万物の命を害することを意図はないので、世の中は不人で異敵の風俗のようになっている。誠に憂うべきことだ。儒仏を学ぶ者は、その根本を見失ってはならない。綱吉には、世俗に対するこうした認識があったというわ。世の秩序が乱れている根本原因は、万物の命を害することであり、これを改めるには人心の養育が大切であるということね。不人で異敵の風俗のような現状を改善するために、綱吉は生類憐れみの霊という政策を打ち出したということよ。そこには江戸時代以来の儒教の強い影響が伺えるわ。綱吉が状況元年1684年に交付した福喜令は、喪に服する期間、響きをする期間を定めたものだけど、これも殺生を手柄とし、また殉死を良しとする武家の風潮を改める狙いがあったわ。福喜令も、風俗改革の一環と見ることができるわね。生類憐れみの霊が前代未聞の奇妙な政策とされ、家信によって直ちに撤回されたのは、一部に行き過ぎが目立ったことによるのももちろんあるでしょうね。
17世紀末の日本社会に根強く残る仏教や儒教の観点からの野蛮さを改め、文明化をもたらそうとした綱吉の意図は多くの人々に理解されなかったわ。実際、日本国内に関わらず、状況を考えず儒教や仏教的な理想論で社会を振り回す為政者というのは珍しくないわね。生類憐れみの霊は、慈悲の心を持って性ある者の殺生を禁じるものであった。しかし、中には法令の行き過ぎで首をかしげたくなるようなものもある。犬の喧嘩を見たら、怪我をさせぬように水をかけて引き離すようにという法令も、その一つだ。状況4年、1687年、クヤウ犬を追いかけて脇差しで切りつけた者がいた。明らかに法令違反であるから、この男は処罰を恐れて行方をくらましたが、捕らえられて八丈島に流罪となった。法令のこうした犠牲者は、綱吉の身近にもいた。綱吉の故障が頬に止まったかを叩いて血のついたまま勤務していたところ、ことが露見して流罪になったという。綱吉本人にも話があり、江戸城内を散歩中のこと、鳥に糞をかけられた。こんな失礼に及んだ犯人を特定するのは難しいため、トンビやカラス950羽を捕獲したが、もちろん死刑になどできないので、伊豆の新島への流罪を決定したというのである。また犬愛護の一環で、江戸の四ツ谷、大久保、中野に犬小屋が置かれた。元禄8年、1695年、当時、大久保の犬小屋2万5千坪、と、中野の犬小屋16万坪、には4万2千匹の野犬が収容されていた。これによって、犬を捕まえて食べたりする風景や、野犬が捨て子を襲う光景は減ったに違いない。ある程度は、江戸の文明化が進んだことになる。しかしそれにしても、これだけの野犬の飼料代を負担するのは関東の百姓や江戸の町人らであり、これだけでも迷惑な話であったに違いない。また、綱吉時代の出来事として欠かせない事件として、忠臣蔵の赤穂事件があるわね。元禄14年、1701年、3月14日、播磨の赤穂藩主、浅野匠の神長則が、儀式典礼を司る高家筆頭の吉良上野介吉仲に、江戸城中松の廊下で刃傷に及んだわ。幕府は即日、浅野に切腹、赤穂藩の改易という厳罰を下したけど、吉良にお咎めはなかったのよ。それから1年9ヶ月後の元禄15年12月14日、大石蔵之助吉高率いる赤穂浪士46人が江戸本所の吉良邸に乱入。吉仲を打ち果たし、その首を泉岳寺の長則の墓に捧げるという事件が起こったわ。幕府はその行為を、抗議を恐れず僧侶弾不届き、として、翌年2月4日、浪士を切腹に処したのよ。同じ日、一方の吉良家当主の吉近には領地の没収、諏訪高島藩預かりの処分が下り、吉良家は断絶となったわ。事件当時、世の大勢は大石らを義士、義人と称えたわね。それは主君の遂げられなかった志を継ぎ、吉良を討ったからということであったけど、そこには赤穂藩だけが改易されるという、喧嘩両成敗という、戦国期以来の原則に反する幕府の片落ち処分への反感も込められていたのよ。確かに一方的に切りつけた方が悪いといえばそうだけど、浅野長則はキャリアも豊富なベテランであり、両国での評判も良かったため、藩士たちはこの裁定には不満を持ったというわ。赤穂浪士の復讐事件は、その後いくつもの物語を生んだのよ。事件の翌年から芝居に事件を暗示する出し物が上演され、幕府の禁令後も繰り返し作品化されたわ。寛延元年1748年には、人形浄瑠璃、奏本忠臣蔵が大阪で大ヒットしたわね。すぐに歌舞伎の舞台にも載せられ、赤穂事件ものの決定版となったのよ。歌舞伎の忠臣蔵は、大石の苦悩と、オカル、官兵衛の秘連を柱にするけど、この秘連は実際の事件とは関係のない義理人情のドラマであるわね。江戸時代が終わっても明治時代には、講談、義士伝、がもてはやされ、大正期には国定教科書にまで大石義高が登場するようになったわ。映画が大衆娯楽の頂点に立つようになると忠臣蔵は繰り返し制作され、テレビ時代になっても12月には決まってテレビ放映される人気作品であるわね。
こうした物語の中心蔵は、ほとんどがフィクションであるにもかかわらず、登場人物の心情と行動に、多くの日本人が共感しているのよ。というところで、今回の話はここまでにするぜ。それではご視聴、ありがとうございました。